ライシーアムは、イングランド、マージーサイド州、ポートサンライトのブリッジストリートにある建物。当初は、学校として建設されたが、後には、様々な目的で利用され、一時は、社交クラブが入っていたこともあった。イングランドにおける、国民遺産リストにおいて、グレード2の指定建造物となっている。ライシーアムは、1894年から1895年にかけて、 ウィリアムリーバーの依頼によって建設され、その設計には、チスターの建築事務所、ダグラス・フォーダムが当たった。この建物は、当初は人口が増えつつあった、ポートサンライトのコミュニティのための学校として建設され、また教会が建設されるまでは、礼拝の場所としても使用された。建設後しばらくしてから、この建物は、ライシーアムと呼ばれるようになった。 2009年の時点では建物の一部は社会事業の拠点として使われ他の一部は建築事務所として使われていた。またこの建物の一部をポートサンライト博物館の一館としてビクトリア町の学校の教室に改装するという計画もある。この建物の正面は南東方向を向いている。不規則に配置された5つのベを持ち基本的には1階建てである。 壁は赤いリュアーボン製のレンガを用い、青いレンガをひし形に配して飾ったり、石を用いた装飾が施されている。屋根はスレート吹きで、胸にはタイルが乗っている。正面に向かって左側から順に、最初のベは前方に突き出ている。三連の明かり窓、楕円状の子を描いた戸口と、簡素な妻側がある。二番目のベは、少し引っ込んだ位置で少し高く、 二連の明かり窓が三組と、やや装飾的形状の妻側を持っている。三番目の米は、さらに引っ込んだ位置で二階建てになっており、戸口と装飾的形状の妻側がある。四番目の米は、最も重要な部分であり、他よりも広く高くなっており、前方に突き出ている。二連の明かり窓が三組あり、装飾的形状の妻側があり。 さらに星の形のトレサリーが施された丸窓がある。いずれの妻側にもフィニアルが設けられている。正面から見て一番右側にはタレットが設けられており、正方形の一階部分の上に八角形の塔が置かれ、両者をつなぐところでは、先頭の一部のような小さな屋根が設けられ、上の階層には時計や窓が設けられている。さらに上の層には球状のフィニアルが並ぶ橋壁がある。 このタレットの頂には一回り小さい小道のスレート吹きの先頭が乗っており、その頂頭には風見が置かれている正面から見たら ACM の全体像。左から3番目のベーはわずかにしか見えていないが、右端のタレットを含め全てのベーが映っている。ありがとうございます。